まあ、SFC もだから、ある意味、栄養入試とかで、そういう人を求めてるんだろうなっていうのは、薄々感じます。なんかこう、余裕がある人を取ることで、その集中できる、その、まあ、勉強に集中できる人を取ってるのかなとか思う節がなくはないですね。それはやっぱ思うんですよね。っていうところだったりとか、まあそこはやっぱりすごく、大事だよなと思いますね。だからまあお金の問題ってのは本当難しくてね、こう奨学金を目いっぱい借りて、その余裕がある状況を作るとか、あとはその、まあ自由なるお金がなかったら、ないなりにこうそこの中で楽しく過ごすとか、まあいろんな考え方をやっぱりこう持っていく必要はあるのかなってのは思うんですけど、まあ、お金との向き合い方とかですね。逆に私みたいにこう稼ぐ方に結構振り切ってやる人も、まあ、SSC は中には結構いるでしょうし、やっぱベンチャーが多いっていうのは、日本の大学の中でも SSC って特にこう、やっぱり、そういう部分があるので、なんかそういった中で、なんか自分なりに、こう、そう、なんて言うんだろう。こういうところ気をつけてるとか、まあ、自分が自分らしくあるためにこういうふうにしてるとか、なんかライフハック的なものがあったらちょっと教えていただいてもいいですか？そうですね、まあその、まあ、金銭面に関してはやっぱもう周りとは比較しないっていうふうに決めてますね。あとは、その、なんだろうな、まあ、その裕福な家庭の子にこう、まあ、なんかいわゆる敵対心みたいなものを持ちがちではあると思うんですけど、まあ、そういうこともなるべくないようにして、割と普通にもうそういうことなん関か係ね、やっぱ人間だから、そのさっきの入試の時の話もあったけど、こう嫉妬しちゃうんだよね。なんなく。かこう、私も SNC 入ったばっかりの時に、やっぱりこう、その、なんて言うんだろう、例えば周りがみんな MacBook Air 買ってて、自分だけ ThinkPad の中古の古いやつ使っててさ、で SFC だと結構もう MacBook Air ないと人権ないじゃないですか。なんかこう、そのプログラミングの授業とかも、そのマックがないとどうにもならないみたいなところって結構 SFC ってあって、で、そういう中でやっぱやっていくのすげえ大変だったんだけど、普通にマック買って、それで、普通にやるようにしたりとか、こう、本当難しいし、例えばだから iPhone とか、あと iPad とかも新しいの出るとすぐ買っちゃうじゃないですか。なんか、例えば、まあ夏休みとかに入るとさ、今コロナだからできないけど、まあ、例えばコロナちょっと収束した時期だと、みんな沖縄行ったりとかさ、ハワイ行ったりとかさ、まあ、海外旅行とか全然行っちゃうようなタイプの人が多いんだよね、SFC って。で、そういうの見てて、ああ、なんか周りはああなのに自分はとかってやっぱり考えたりとかしちゃうんだけど、すごく。まあ、そういうのを見た時にも、やっぱりこう、心を強く持てるかどうかって全然違うんですよね。だからこう、なんかあとその短い時間で稼げる方法をなんか自分で作るとかね、頭使ってとか、まあ結構そういうのも大事だったりとか、いろいろあるんだけど、まあバイトしてこうそこから補ってっていう形になると、どうしてもこう自分の時間が潰れちゃうから、私今 SFC 生だったらこんなことするなっていうのは結構いろいろありますけどね。割とその商売やってるといろいろアイデアって浮かぶので、もちろんリスクはあるんだけど、結構、まあ、例えばアマゾンでなんか本売ったりとかする、本もそれも別になんか受験の本を売るとかじゃなくて、例えばなんかどっかの地方議会で揉め事があって、それに関してこう自分なりにいろんな人に電話かけて調べたレポートを売るとか、結構そういうのって、まあ、ある種怪文書的なもんなんだけど、買いたがる人とかっているんですよ。で、マスメディアってこう、まあ、マスコミっていう名前であるように、やっぱりこう、マス、要するに日本全体を狙ってるから、あまりそういう、そのどっかの地方議会でこういうトラブルがあってどうこうとかってやんないんですよね。で、他の人がやってないところを漁って、なんかそれを売り物にするとか、例えばあと米国株とか中国株とかってのは結構そのいろいろ書いてる本多いんだけど、ベトナム株とかタイ株の本って全然ないんですよね。ただベトナム株とかタイ株をやりたい資産家の人って一定数いるから、そういう人向けにレポートを書くとか、まあやろうと思ったらお金稼げる方法っていっぱいあるんだけど、私もこういうの気づいたの、お金ある程度お金持ちってるとあれだけど、ある程度お金稼げるようになってからです。
お金稼げるようになると株やってみようかなとか不動産やってみようかなとかいろいろあるじゃないですか。でその中で、あ、これ調べてみたけどこういう情報なくて困るなと思ったら結構あるんですよ。でお金持ってる人向けに売ればあのお金払うからあの価値ある情報だったら儲かるんだけど、ただそのある程度お金持ち始めてから気づいたんだよね。それ大学生の時でお金がなかった時で一番しんどかったのが、お金持ちが何買いたいのかよく分かんないんですよ。お金がない生活をしてるから、うん、それがだから今私30ですけど30ぐらいになってようやく気づいて、あの、まあ、ちょっとだから暇ができたらやろうかなとか思ってるんですけど、はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。です毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですね、あの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。